墨田区総合体育館は東京都墨田区近視に所在する体育館である。運営、管理は墨田、スポーツサポート PFI 株式会社。1967年に墨田区体育館として近市公園内に開館。だが、地区40年を過ぎて老朽化が進んだため建て替えに踏切、一時閉館。民間資金等の活用による 公共施設等の整備等の促進に関する法律を適用し、新日鉄エンジニアリンググループの墨田、スポーツサポート PFI 株式会社が事業を受託。2010年4月1日に墨田区総合体育館として開館した。開館に先駆けて3月20日にプレイベントとして、バスケットボール JBL トヨタ自動車アルバルク VSICC ホースが催された。 館内には、同区出身の元プロ野球選手である、大貞春を検証する、大貞春のふるさと墨田も併設。プロバスケットボール B リーグサンロッカーズ渋谷の、試合など、プロスポーツイベントに使用されるほか、2013年、東京国体ハンドボール競技の会場として使われた。2014年度から、 日本フットサルリーグ一部に昇格した風が通る、墨田のホームアリーノでもある。2020年東京オリンピックのボクシング競技が、同区の両国国技館で開かれるのを機に、墨田区をボクシングの聖地にすることを目指し、日本ボクシング連盟学と連携し、2019年に、全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦、全日本大学ボクシング王座決定戦を開催し、 2020年より、それまで持ち回り開催だった、全日本ボクシング選手権大会を呼び、全日本女子ボクシング選手権大会を、東体育館での固定開催に移行することが決まり、2019年以降は、プロの興行も実施されている。ありがとうございます。